お疲れ様です。皆さん知らないと損するよ。こちらご覧ください。ディエマで遊ぼう、こちゃんと映るかな。2022、これね、このゲームをクリアするだけでなんと、カップキャラップと深淵の支配者ジャンがもらえるんです。もらえるんですよ。はい、ですね、でもスイッチ持ってないな、スイッチ持ってないとできないのかなと思ったら、スイッチなくてもできるらしいんですよね。普通のスマホでアプリを取ってやるだけでできます。無料ダウンロードですよ、もちろん。はい、無料ダウンロードして、ゲームをクリアすると、何段階があるの？そうですね、1個クリアして、はい、まず1回目は、ここにも書いてあるんですけど、書いてある、うん、ウィン君にの難しいに勝利すると、うん、まず1枚目、これ1枚もらえる、が1枚もらえます。はいはいはい。そしてその後に、うん、こっち終わった時点で、今度発売するパックですね。ああ、来週発売するやつね、はい、パックを3パック以上購入しつつ、うん、確認すると、うん、もう1枚カップギャラがもらえます。もう1枚もらえた。はいはい、2枚もらえた、はい、そんで？で最後に、うん、もう1回ですかね、アビスロイヤルゲットチケット交換済みで1回の会計でもう1回か、はい、もう1回パックを3にもう1回買うと、うん、3パック買うと、はい、各1枚ずつになります。1枚ずつ、あ、そう、最後の段階ではこのカップの3枚目と、はい、この邪神を1枚もらえる。はい、そうです。計4枚もらえるってことね。だと思います。はい、すごい。ということなので、これ知らないと損するよ。本当にね、やった方がいいです。結構難しいの？ゲームは。いや、まあでも、うん、ちゃんとルール理解していれば全然勝てるようにはなってると思うんで。あ、そう。はい、もうひたすらやっても全然勝てないよってことはないね。ないと思います。そうですか。大丈夫だと思います。わかりました。なので、これはせっかくだからやった方がいいと思うので、皆さん知らないと損するぞ。ダウンロード、このディエマで遊ぼうのアプリを取って、はい、クリアする。で、クリアしたら、このクリア画面を持って店に来ると。うちのお店にもちゃんと交換用のカードたくさん来てますので、なくなるまでどんどん交換できます。まあでもなくなっちゃったら終わりだからな。できるだけ早めにやった方がいいと思います。はい。じゃあこちらの、知らないと損をする、アビスロイヤル発売記念なのかな。はい、ディエマで遊ぼうの方、皆さん頑張ってやってみてください。それだけです。では。ついでになんだよ。これ来週の話なんですけど、こちらの、新しいパック発売記念として、なんと、こちらの832名、何？闇にか？闇に包まれ、なんかそういうやつで。832名になんと、この何？アビスベル邪神帝のブラックエクストラバージョン、こういうのか。はい。はい、黒いバージョンがもらえるらしいですよ。どうやったらもらえるか。ゴッドアビスのパックの裏のバーコード6枚を、はがきに貼る。バーコードがあるじゃないですか。あれをこう切り抜いて貼って、それで送るらしいです。この企画よくあるんだけど、一件ごとにハガキかね、送んなきゃいけないし、なんなら一枚一枚ペタ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 貼るのが大変なんですよね。まあでもね、結構こういうの当たるんだよね。なんかコロコロさんのさ、そういう企画とかさ、結構さ、当たるよね。そうなんですか。なんか結構みんなツイートで当たった当たったみたいな。はいはいはい、だ出した方がいいんだよ、めんどくさがらずに。ヒドロもやる？やろうかな、うん、頑張ってみようと思います。うちではほら毎回ほらカートン空いてるマッチーさんとかいるじゃないですか、はいはいはい、あの人絶対そういうのめんどくさいのやんないから。そうです、ね、あれもらってちょく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 やるといいと思いますよ、はいはい、やってみましょうか。はい、ということでこちらも合わせてキャンペーン、皆さん応募してみてください。はい、診断ちょっと楽しみだね。ですね。はい、ということでした。よし。